全日本ジュニア2位佐々木明夫、この選手は注目してください。16歳、圧倒的なスピードがあります。高校2年生。ショートプログラム、コーヒールンバ。さあここからもう勢いに乗っていく。トリプルルッツ、コンビネーションの予定でした。トリプルトーループ、表情もしっかりとこの演技に入っています。さあ波早ドームが湧いてきた。いや見事なステップを終えました。イーグルからダブルアクセル。いや表現力あふれるこの若い16歳の演技です。佐々木明夫、全日本ジュニアでは2位、そしてやってきたこの全日本の大舞台、臆することなくその力を見せてくれました。その時でなんかクロスが滑ってないって、この会話もね舞い上がっちゃったのかどうかは約言う。さあテクニカルエレメンツは 27.50、 演技の構成点は5点台の前半から後半、表現は 5.65 という高い得点です。 27.00 で 54.50、 この得点は現在5位というポジションに佐々木明夫が飛び込む。